皆さん、ザ・グッザ・ナイトです。ちょっと久しぶりですよね、日本語は。よく、いっぱいのビデオを作らないといけないと、それでどんどんゆっくり英語ばかりが出てるので、でも日本語のビデオも作らないといけないさ。日本語のビデオも作るも楽しい。英語ぐらいにわからないの言葉が多いとか、それなんとか、どうすれば、なんとか言葉探すは、ちょっと楽しいですから。今日のレビューは、最近ばかり英語でもできたのは、カーボンファイバー、カーボンコンポジットのヘルメットでしょうね。これ、オプスコーのカーボンのヘルメット。死に軽い。マジで、めちゃくちゃ軽いのヘルメットでしょうね。そのバンプヘルメットも、ちょっと前ばかりに出たから、これも軽いと思うと、めっちゃいい感じ。もう安いし、他のヘルメットのより、超いい感じから、これでいいんじゃない？カーボンファイバーが必要かな？何が違う？ちょっと気に入ったから、このカーボンファイバーのヘルメットも、ちょっと、何が違う？いっぱいの人は話してると、どっちが一番いいの話してるので、ちょっと確認すると、自分の手の中に、見本品、ちょっと見たら、と、どっちがいいだ、すぐに分かりやすいになりますよね。カーボンファイバーがめちゃくちゃ軽い。でも大体3種類があるかも。バンプヘルメット、カーボンコンポジットヘルメットとバレスティックヘルメット、その3つので、いろいろが違うと、重さがいろいろバラバラので、そのどっちの方がいいかなと、何が違うを考えるので、バンプヘルメット、一番基本的、わかりやすいの説明は、バンプヘルメット、一番安いのやつは、トレーニング用のヘルメットです。トレーニングので、そのままで、ヒーローダンカーとか、自転車乗る、スケボー乗るとか、ちょっとだけ簡単にトレーニングがやること、もしかして、船も、玉なしのトレーニングとか、もしスリップとか何かしたら、たまにバコーンと大丈夫。と、もしヘルメット割れたら、トレーニングストップは簡単できるので、全然問題なし。でも、このマウントとか全部はめちゃくちゃ上等から、超いい感じと思います。でも、そんなに必要ない。これはいろいろのマウントもできるとか、この自分のつけたのをマジックテープでカメラもできるので、めちゃくちゃ悪くない。超いい感じ。トレーニング用。もともとバリスティック用のヘルメットは、よく軍人用のプレートキャリアと一緒につけて、ちょっと普通のよりちょっとだけ重い。前のヘルメットより軽いけど、まだ他の種類ので重い。首があまり痛くないけど、もうちょっとだけ重いから、ライトもつけてるし、とカメラとヘッドセットとか、とよく銃もプレートキャリア、それで、フォースオンフォーストレーニング。相手と一緒に勝負するのをテストの、なんとか、ペイントの弾だ、タタタタ、そのマスクとか、ゴーグルとか、安全のトレーニングと、それ戦争でもこれで爆発とかいろいろから守るので、めっちゃいい感じ。それで、そのカーボンファイバーヘルメットは、前でもよくあったのヘルメットのですけど、めっちゃ軽いから、その戦うよりもっと確認する情報を取って、ラジオにすると、いろいろのめっちゃ高いの山に上がるとか、カイアックするとか、ATV 乗る、もっとハイスピードでも、弾と爆発が来ないから、その守るが必要より、もっと実行なら、このヘルメットつけて、実行ならボーン、そのインパクトがホーンって出るから、そんなに大きくないの、じゃなくて、めちゃめちゃいい感じでしょうね。じゃあ、この日本語のレビューは、英語でも死に難しいから、そのままで、ちょっと簡単の、この存在あると、レプリカが必ず出るけど、レプリカの方がこれより重いはずのですよね。でも、めちゃくちゃ上等のヘルメット、ちょっと話したかったので、
ちょい感じ。最近ばかり英語もやるし、でもヘルメットだいたいトレーニング、敵じゃなくてのネイチャーとか世界より動くとか早動くとかいろいろの作戦できる。それと敵とか相手でも勝負のヘルメットのドンドンドンのクリーンカットの感じですよね。でもリギはちょっとだけ簡単けど、そのめちゃくちゃ難しい言葉を勉強しないと 100% はっきりの説明できない。でもめっちゃ軽い、めっちゃ強い、弾止まらないけど、以外にも以外より以外の方でめっちゃ安全になります。もう大体そのレビューです。もともと勉強するから、もう一回よくヘルメットの話がやりたいんですけど、でも最近ばかり聞いたので、このビデオが作れなかったのです。じゃあこの動画を見るのでありがとうございます。今度もよろしくお願いします。と世界一人気のモンニャンですじゃあ今度ですね。